お疲れ様です。今日もスタジオありがとうございました。無人島？ああ、私たちの番組見ていただけたんですね。ありがとうございます。どうでしたか？面白かったならいいのですけど。ありがとうございます。楽しんでいただけたなら何よりです。私も今回の番組ではみんなのいいところがアピールできていたと思います。食べ物探しのところではひなちゃんやイブちゃんの元気で楽しそうなところがよく出ていましたし、まやちゃんは全体的にみんなをよく引っ張ってくれていました。確かにまやちゃんはああ見えて意外とリーダー気質なのかもしれませんね。あやちゃんはまあいつも通りですね。でも絶叫のところは私もちょっと笑ってしまいました。とはいえ本当はもう少しアドリブが上手になってくれるといいんですけど。え、元気なさそうに見える？いえ、番組の内容については全く不満なんてありません。現場にいた身としてはよくまとめてくれたなと、むしろ感謝するくらいです。ただ私個人の問題で少し考えさせられることがあって。心配してくださってありがとうございます。でもそんなに大した悩みではありませんから。そこまで言っていただけるのなら聞いていただけますか？本当は話すようなことじゃないのかもしれませんけど、私も自分で今回の番組確認したんです。それで気づいてしまったんです。今のパスパレで一番個性がないのってもしかして私なんじゃないかって。イブちゃんやひなちゃんはもうすでに自分の個性みたいなものがありますよね。イブちゃんは気配りもできてみんなを温かい気持ちにさせてくれる。ひなちゃんは自分が動くことで周りを巻き込んでいくような力がありますし、それにまやちゃんは今回の番組で本来持っている魅力をすごく発揮してくれてました。あやちゃんはとにかく頑張り屋なので、それだけで見ている人に力を与えてくれます。私もあやちゃんを見ていると自分ももっと努力しようっていう気持ちになりますし、そんな彼女たちを見ていると私には何があるんだろうって少し考えさせられてしまって、まあ芸能界慣れみたいなものは私しかないでしょうけれど、実際今回の収録も特に緊張はしませんでしたし、そうですね、確かにそれはいいことなのかもしれません。でもその慣れのせいで今のパスパレでは一番浮いてしまっている、そんな気がするんです。普段は偉そうなことを言っていても今回の収録私はほとんど何もできずに結局みんなについていくだけでしたし。え、そうですね、確かにみんなが不慣れな分メンバーに注意は払っていますけど、頼りになるんでしょうか？そうだったらいいんですけど、でもそれだけではダメだと思うんです。みんなが自分の個性を生かしてパスパレがより成長しているのに、一番経験のある私がこのままではそうですね、落ち込んでばかりではいけませんね。今回の番組は私も改めて自分のことを考え直すいい機会になりました。今後は私もパスパレの一員としてみんなが持っているような自分だけの個性を探そうと思います。はい、見つけられるように頑張りますね。いえ、相談聞いてくださってありがとうございます。話を聞いてもらったらなんだかすっきりしました。それでお願いがあるんですけど、聞いてもらえますか？これからのライブや私たちの活動を見て何か気づいたことがあれば教えてほしいんです。自分では気づかないことなんかもきっとあると思うので、そう
言ってくれると思いました。いつもお世話になってしまってますね。本当にありがとうございます。